はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。今日はガチホコバトルやっていきたいなと思うんですけども、最近ね傘が楽しい今回パラシェルターソーレラを持ってきました。今初動はすぐに割りに行く、ボム OK で割っていく、でこれ前に出て潰しに行こう。うわー、内側傘の裏めくられたっていうか、なんかもう普通に擦られたで、ここが先に行くならば、これここ飛んだら仮に来るでしょ。はい傘開くんですはい時間かけさせてごめんねみたいな、こういうのができるのがあのパラシェルターのなんていうんですか、強いところかなっていうか、矛もう1まで進んでる、ようやったな味方。じゃあこれただ割に行けそうにもないんで、もうちょっとこれ防衛ルート作っときましょうか。自陣でここは落としたか、落としてないな。でこの辺とかも塗って、でまあすぐにまあ矛を止めれる状況を作っていきましょうか。もう守りといえばパラシェルターみたいなところあるからね。まあ今日はソーレラなんですけど、でちょっと待ってそっちなんか見えたよな、それザップ、左右ちょっと挟み撃ち、何スプリンクラー、スプリンクラーと挟み撃ち、クワッドホッパーがおったんか。いやー今のはやられましたね。まあしかし、まだ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 状況的にはまあ真ん中で今相手が立て直しという感じなんで、やられたやられたやられた、うわー今のちょっと打ち負けちゃダメだな。全滅入ってるか、一人いる。でここを止めれるところに、あれ爆発する結構長い間ここ使われちゃいましたね。まあ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 、ここはでもノックアウト以外は負けない。ただまあ別にこっちもノックアウト狙ってもいいんでね、もう塗り返したんで、またあの自陣の塗りまたしっかりやったんで、傘で防いでいく。で今ちょっとごめん傘ないんだ。でそっちから行くの、そっちから行くんですか。はあちょっと待った、傘で防いでいく。あインクないです。はあやられる、見られる、これはやられる、バイバイ。あれなんで生きてるんですか私。これじゃあ飛んじゃいましょうか。沼ジャンに見えるでしょうが、傘なんでね、こんな感じで生き残れます。で、スペシャルが溜まったんで、スペシャルを使ってまあ止めちゃったらいいかなっていう感じはあるんですけど、ちょっと待てよ、これ変えろっか。あ防いでくれましたね。じゃあ飛んじゃおう。真ん中で今下の段に敵がいる。でおっと手応えを感じたが、この下にいるか、んカシャって言ったけどビーコンなんかいましたっけ。まあ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 、まあ、じゃあ割らせてもらいますか。ボムで圧をかけていくが、なんか北斎おった。で爆発した、これいけるか、いけるか、いっちゃうか、やっちゃえ日産。おっとダメ、一人は持っていくが、もう一人、やられちゃいますね。まあさすがに2対1はどうにもならんっていうところではあったんですけど、常に今もう前線が前の状態なんで、で左じゃないわ、右から打開に来てるのと真ん中からここが来てるっていう状態で、クワッドがいる。マニュコラの方かマニューバー2体っていうのがちょっとね、あの相性が傘マニューバーちょっとしんどいなっていう感じはありますよね。まあしかし味方がやってくれる。あスプリンクラーと間違えてこういう置き方をしちゃった。でそこクワッドがいる。で傘を開く。あやられた、ボム飛んできてたまあしかし、まだ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 戦況は非常に塗りがいい状態で、ここにボムが飛んできて、ちょっと待った、クワッドホッパーのお尻スライドがちょっとめっちゃ詰めてくるやん。待って、まあ相打ちでなんとか。いやクワッドホッパーメイン性能マジで強いんで、まああのあれ相打ちにできたの正直もう実質勝ちみたいなところあると思うんですよ僕的に。あ
ちょっと待った、傘が壊れちゃうの、傘が壊れるんで、ちょっと待ってよ、もうすぐ止めれるようにしとこうか。ほんならこれ塗って、あー、スペシャルがたまんない、たまんないが、もうこっちルート来るしかないよね。でクワッドホッパーはやる、でここが正面から来る、あー、ジェッパが来た、ジェッパが来たぞ。ちょっと待てよ、相手も諦めない精神でやってきているが、そこもらった、オッケー味方が追い込んでくれましたね、ナイスです。今のはもう前に進んでもボムでやられますし、後ろ必戦といいますかバケツがやってくれたんでバッチリですね。やっぱ傘強いよね、なんかなんて言うんですかね、なんか合ってるんですかね僕と、なんかいい感じでした。まあまあ味方の必勝の方が強かったっていう、まあ味方が強かったかなでまあしれっと S までなんとか上げましたよ。こっから始めていきましょう。さあやっていきましょう。今度はホテル大トロ、ニュー大トロですね。でクラブラがいる、ローラーがいる、で割は速そう、ケルビンいるな、珍しい。まあでも最近多いのかな、どうなんでしょう。誰も割に来ない、あれ割れちゃったぞいいのか、いいんですか。で、ローラーがいて、でこれちょっと待ったそこボム投げる、パターじゃない、シャープマーカーでしっかりとやられるが、味方がガンガンに前に出ている。ここ飛んじゃいましょうか。あ、いや、しかしそこ紫のバツがついているんで割っちゃえに、あ、あうそこダメだったな、クラブラをなんとかねセントっていうところがあったんですけど、そこ飛びたいが、まあ、飛べるかどうかでいうと傘なんでどこでも大体飛べるんですけど、ちょっと待った、それは辛いな。そこ味方潜伏してるからあんまりちょっと誘導したくなかったんですけど、行かれる。で、まあ、左ルートからしっかりと進まれている。で進むだけ進んでいるが、ちょっとそれはダメっすよ、さすがに。ちょっと、あ、危な、危な、危な、いやちょっと待って、これでも割っていくが、ちょっと待った、これこっちルートから一旦は塗り状況を良くしていっていきたいんですけども、右から何かが来ているが、見えてないふりをする、見えてないふりをしてこっち来てない、来てなかった、味方どこ行ったの味方どこなんですか。あー、ちょっと待って、それはダメ。こんにちは、とりあえず味方が止めはしてくれたが、ここを進めたいんですが、フラブラが来ている。とりあえず止め、あー、られなかったか、ちょっとそれは着地かられない、かられない。味方が、お、いいぞ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 、なんか多分要所要所をそれぞれが抑えてくれていたのだろうっていう感じはするんですけど、前出るよ前出るよ、傘だからね、傘だから、今のうちに保護所でなんとかお願いします。 OK、 ナイス味方で、ここいるんで気をつけてください。でブラスターはちょっと傘苦手なんですよ。ちょっと待った、ミサイルが来て、でポイセンはちょっと、あ、ここが先に行ったが痛い痛いし痛いし、ちょっと待った、これ後ろ来てるよな、なんか見ていきたい、とりあえず見てるぞっていう顔はしていきたい。でここを失ったが、これ無理だなちょっと囲まれてるが、これ上やったらいけんちゃん、実は大丈夫、いけないそこし、ああ今のツッコミは良くないな。せっかく枚数がいて着地って言いますか、スーパージャンプもみんななんとかこなしてくれていたので、なんかそれを利用していきたかったなっていう感じはあるんですが、そこに一旦ちょっとゴムを投げて、あーっと直もらった、傘開く前に直やられちらったな。右押さえているが、
どうなるか、そのそこでいけるか、あ、なんかハムハムいたぞ、ハムハムいたが、もうあれはもう戦闘に参加してないんで無視しちゃうっていう線も泣きにしろあらずなんですけど、でこれちょっと待った、そこに敵がいるならちょっと、あ、センサーをもらいましたが、ただこれはボムをラッシュできるんでいいタイミングで使っていきたいなっていうところではあるんですけど、そっちからも来てる、台の上にいるが、もう追い込んでいくしかないよな、インクない、味方はそれ後ろ来てるよ、前も来てるよ、はーうカーリングボムでやられたか。で、ゴールの上にクラブラがいて、で田植えがしっかりとできているんで飛んでいきたいんですが、ここまず飛ばせてもらいましょう。で矛を奪われる、奪われる、ちょっと待った、その防衛ルート、うわーやられたな、これはあーっとこもられた、いやしっかりと守られちゃいましたね。まあただなんかあれですよね、傘と矛のルールって結構相性はいいような感じはしますね。なんか前出て守ってるだけで矛がなんかいい感じにやってくれたりみたいな感じがするんで、まあ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 次回へ。